どうも皆さん、こんにちは。ネモですよ。休める時にしっかりと休息を取るのも戦いのうちです。終わりは見えませんが、休憩所が見えてきたような、そんな感じかな。ありふれた食料で世界最強。最終話、最終じゃないの、13話です。仲間じゃなくてクラスメートを助けました。あと旧モデルのヒロインを再入荷です。いやー、雑ですね。もう何でもいいのかって。一区切りするために大掃除を始めたものの、どうせ期限は先だからまあいっかなーってな具合で散らかったまんまです。散らかりすぎててどうでもよくなってきます。まあだいぶ前からどうでもいいのだけど、中身に習って雑に振り返りましょう。魔人さんの召喚した魔物やらを倒していきます。この踊るように銃を撃つ動作って、本来は同じ銃を持った敵を相手に狙いが定まらないようにやるような動きだと思うんですが、向かってくる魔物相手にひょろひょろ踊ってやがるなーって。まあそんなところは可愛げがあるところですかね。戦いへの実用性というよりもかっこつけですね。まあそれとか、戦い方にみんなが驚いてるんです。回復役を狙っている、そんなの思いつかない人なんているんでしょうか。蛇口を閉めてから排水しないと水かさは減らないってのに、もう蛇口を先に閉めるなんてすごいって言ってるようなもんじゃ。それと、もはや気にしているのは私だけになっているような気もしますが、檜山さんです。はじめさんが生きていることに驚いてわめいていると、ゆえさんがまたはじめの邪魔をする気。ゆえさん、なんで顔を知っているんだと。はじめさんは先生に名前を教えないくらいに顔も忘れているほど恨みもないような人のことを写メでも見せながら紹介したんでしょうか。それで檜山さんの下りは、はじめさんの唾のついたお人形さんに人睨みされただけでおしまいです。まあ今更盛り上がるとは思っていませんでしたが、檜山さんのあれこれってこれでおしまいになるんでしょうか。物語の一番のテーマだと勘違いしていた時期もあったんですが、まあどうでもいっか。で、魔人さんは狂った神に仕えていたらしいとか、そんなことが明らかになって、で、後々はじめさんも神様と戦うことになるんじゃねえのかなーってのを匂わせつつ、魔人さんを転がす。ここでも雑なのが、その後のはじめさんとコウキさんの問答です。真面目くんがコウキさんが言うんです。もう戦えなくなっている魔人さんを転がす必要はなかった。すると、アウトロー気取りのはじめさんがかっこいい答えを、俺が殺したことを責めているんじゃなくて、お前が殺すのをためらったのを後悔しているから怒りをぶつけているだけだろ。まあここのセリフ自体はいくつもの視線をくぐってきた体になっていて、とてもかっこいいと本人は思っているんだろうなって感じですが、コウキさんが魔人さんを転がすかどうかためらっていたのって、はじめさんがご不在中の時だったと思うんですけど、まあなんだかこの世界で起きること全てを把握している、結局は彼の夢なのかなみたいな、そういう考察もか。いや、そういうのもどうでもいいか。で、安全が確保されたので怪我人の治療をするわけです。隊長さんに水素水を使った、貴重なのに良かったんでしょうかと聞くと、世話になったからなだそうです。死なせるには惜しい人だ。はじめさんは隊長さんのことをしっかりと尊敬していたわけですね。まあ見殺しにしていいかなって悩む程度ではあるんですが、もう言ってることと言ってることが違うじゃないのさ、この二枚舌が。いや、そもそも二枚舌っていうのは言いたいことを使い分ける意思があってこそ成立する言葉ですね。全国の二枚舌の皆さんに謝罪します。で、はじめさんはもはや言いたいことを使い分けるとか、そういった根本の意思さえない鳥頭に、いや鳥には頭があるものな、もう何でもいいや。それとかね、しずくさんに刀をあげたり、
助けるかどうか迷う程度に気にかけていた人のためにぴったりな刀をあらかじめ作っておいた。世話になったからだってさ。もちろん見捨ててもいいかなーくらいの恩義を感じていたわけですね。いやもう何言ってんだろう。でーねー、モブキャラたちがこんな短時間で戻るなんてすごすぎると締めの良い章を堪能しつつ、香里さんがついていきたいと言ってきます。するとハーレム従業員たちが嫉妬してきます。まあでも安心してもいいんじゃないかな。ほら、香里さんは見捨ててもいいくらいのポジションなので。でもそんなことも知らず、香里さんははじめくんのことが好きだからとついていく宣言をします。するとハーレムリーダーが負けないからだとか。ゆえさんはなかなか優しいですね。ライバルキャラとしてプロレスを仕掛けることによってハーレムに馴染みやすくしてくれてるんですね。さすがハーレム先輩、オーナーのためなら新人教育もちゃんとしてくれる。いやー、そんな感じでハーレムも賑やかになっていき、どんな風に続いていくんでしょうか。気になりますね。もう大抵の人は、私以外は気になっているんでしょう。だって続くんだもの。ああ、いやほんとまとめとか何もいりませんね。だって続くんだもの。とにかくここまでお付き合いありがとうございました。またお会いすることがあれば嬉しいです。またがある、あるのか。ああ、バイバイ。終わった、終わりだよ、終わってくれよ。うわー。